富澤と一緒になんか注目されるようなストーリー、一つのストーリーを作り上げてきたんで、体調もうバッチリ余裕っす。早く見せたいっす、みんながひっくり返るとこ。お前のなんか汚い顔見なくてすんだから、なんかちょっと嬉しかったもん俺。お前なんかそういうところでの文句はやめた方がいいよ。顔キモいんだよな、本当に。本当にお目につけてほしい、頼む。こういうなんか子供みたい。サングラス取って。俺が盛り上げてあげたから最後また注目されるようになったけど、あんな男下げる発言しちゃダメだよ。これからブレイキングダウンを背負っていこうと思ってるのはなおさらね。あの場面は俺だと富澤の作り上げてきた最後のあれだからね。なんかそんなのが中学校のさ言い合いみたいなさ感じになっちゃダメじゃん。もうちょっとちゃんと話し合えればなと思ったんだけど、無理そうだからまあ拳で分からせますわ。はい、はい、じゃあ井原さんだけ連れてきます。俺待ち？もう一個富澤大臣。がやっぱり気になりますね。大臣キーペースの対決が気になりますので、あとはですね、この間にご覧いただきます。はいはい、オーランの人たちと富澤さんまだ来ないです。あいつ舐めてんな、マジで。結構ミクルさんも待たせて、もう来たらぶっ飛ばしちゃおうかな。よし、来るんですよ、よし、来るんですよ。おい、早く、ストレーテーメ、待ってんだよ、これ、おい、ほら、テーメ、この野郎。押せんだよ、テーメ、気取ってんじゃねえぞ、テーメ、この野郎。分かった、どうせ試合なんだよ、こっちで、お前、押せんだよ。かかってんだろ、テーメ、迷惑、この野郎。かかってんだ、待ってんだから、アホか、お前。うるせえじゃねえんだよ、待ってんだよ、こっちは。分かった、ガキバン。そんなの守れねえもん、テーメ。どういう構図になるかですね。そうですね。あ、でも本当に来てるかどうか。まあ、来るという。それじゃなくなるけど。圧倒的な自信がありますね。はい。すぐ終わるだろうな。拳どうですか。拳使わないで勝とうかなって感じです。別に大丈夫ですけど。あれで怪我するのがもったいないんで。はい。勝ちそう。まあ世間一般から見たら。富澤が勝ちそうだけど、ここで井原が勝たないと面白くないから。で13で俺は井原とやりたいから、どうしてもタイトルマッチ井原に勝ってもらいたいっていうのが正直な気持ちです。富澤が勝っても結局やっぱりなってなっちゃうんで、井原お前勝っては負けんじゃねえぞ。普通に言ったら里見沢さんじゃないですか、間違いなく。経験というか、まあ歴が違うから多分けど、まあ井原亮太郎も敗やし、そこを倒すのは自分がいいかなって今は思ってるっすね。ダンチメイさんの叩き打ちありますか。いや、あるっす、あるっす、余裕であるっす。別に正直富澤君でも叩き打ちにはなるんで、僕やっぱ敦貴君仲いいからこそ、あの井原亮太郎と富澤大地はどっちも勝ちたいんですけど、まあ、どっちもやってたら時間かかるんで、勝った方、強い方が勝つと思うんで、それを勝ってブレイキラン14ぐらいで僕と敦貴君で頂上決戦。俺と富澤だったからここまでね、できた最高傑作なんでね、その最後をね、ぜひみんなで見てください。僕と富澤大地の試合に外れなんかあると思いますか。ないでしょう。楽しみにしててください。間違いなく僕が今キックボクサーの中でも中心にいる人間だと思ってるんで、プロも含めて、もう人にこう批判とかされながらも行動し続けてきた結果だし、僕は何一つ自分に恥じてないんで、その証なんじゃないのかなと思います。まあ、今は別に何とも思ってないですね。もう試合前なんで何とも思ってないです。西谷君に網をぶちまけないと俺が吸いますよ。いや、もう俺ブラックホールなんだよ。俺勝てます。そうですね、ちょっともう富澤君が見切ってきてると思うんで、当て方を、はい、ちょっと足が効いてきてるかもしれない。ただ、ダウンではない。井原亮太郎という
オンの波がやってきます。いや、すごい、左に当たった。富澤の顔面を捉えた。これが井原亮太郎の魅力。いやー、ああ、富澤大地も来る。あ、はい、今ハイ惜しかったですけどね。いや、そうですね、ギリギリ。あと20秒富澤選手行かないと。これそうですね、富澤大地あとは行くしかありません。17秒。井原亮太、これも入った。うわー、下がった、下がった、入りましたね。また捉えてきました。また捉えてきた。これマジか。富澤大地とそして井原亮太郎のプライドがぶつかり合うタイトルマッチ。井原か富澤か、これがタイトルマッチを決める。延長1分間が終了しました。すごいですね。ジャッジ白川、赤井原亮太郎。赤井原、ジャッジ大沢。赤井原亮太郎、赤井原、ジャッジ大沢。赤井原亮太郎、赤井原亮太郎、赤井原亮太郎、ジャッジ大沢です。4人目も赤井原亮太郎、リードの答えを持って勝者井原。なんと判定5対0、あの井原亮太郎が泣いています。ベルトを守り抜いた井原亮太郎。嬉しいね。これより朝倉未来 CEO ベルトの贈呈となります。いや、リクトさん、この涙はどう見ますか？逆に見せるといいのか分かんないですけど、力になりました。これからも頑張るんでお願いします。お願いします。世代交代でな。まだまだ世代余ってますね。ありがとうございます。ああ、情けない、マジです。かっこよかったです。珍しく感傷的ですけど、なんかちょっと一つ完結したなって感じです。そうなんですよ、ずっとなんか作り上げてきてたんで、富澤と一緒になんか真っ向までみんなに注目されるようなストーリー、一つのストーリーを作り上げてきたんで、なんかそれ、まあ、寂しいって気持ちじゃないですけど、なんか自分でもかなり背負ってたんで、まあいつもそうですよけど、なんかそれでまあ秀太さんがこうやってとかいろいろあって、なんか一気に込み上げてきちゃいましたね。すいません、情けないところですね。僕らつけてました、普通に全員ここに。ああ、いや、悪い、全然。そう、これ切ってもらっていいですか？もう無理だな。めっちゃ強かった。負けてますからね。普通に最後ダウン取られてるんだね。一言だけダメですか？負けました。まあ、はい、三浦さんの試合後も
はい、音声があれだけだと思う。いやでももう引退なんだよこれ、はい、なんかちょっとあれだなと思ってて。いやいいっす、おめでとう。ありがとうございます。どうでした三倉さん。いやすごいね、当て感とパンチ力は。いやいや、ありがとうございます。それだけでやらせてもらってるんで、なんなら。確かにはちょっとひどいですよ。あれ、なんか途中でなんか、訴えてたの、はい、なんだかな。いやいや、だからブレイク入ったのに、そのまま、俺止まんないで、そのまま殴られてるから、お前ふざけんじゃねえって、審判。審判悪すぎて。そうなんですよ。ダウンも取られなかったもんね。そうそうそう。あ、そうそうそう、あのダウンも取られ、あれダウンですよね。あれは 100% だ。ありがとうございます。みくるさんのその一言で救われました。ありがとうございます。審査員も見抜いてたから。あ、本当ですか。よかった。まあ、それで、今日の心晴れました。みくるさん、あの、例の話進めてください。あ、例の話ね、はい、一応話はしよっけど、まだ例の話なんで、まあ、全部タイミングだからさ。そうですね、間違いないです。おめでとう。すいません、ありがとうございます。あの、みくるさんも必ず勝ってください。あ、余裕で楽しみにしてます。ありがとうございます。見に行きますんで、はい、お願いします。